私はロボットではありません。すごいよ。こんにちは。はい、高橋かりんです。ロボットではないけど友達によくなんかポンコツだからアタポンって呼ばれてます。はい、この番組は高橋かりんのすごいよレベルを上げていくことで美味しい思いをみんなで共有していくレベルアップバラエティーです。レベルが上がると様々なアイテムが手に入ったり特別なイベントが実施されたりと美味しいことが起こっていきます。ちなみにすごいかりんちゃんツイッターのフォロワー数が100増えるごとにレベルアップします。この収録時のレベルはこちらです。そして先日レベル240を達成しました。イエーイ。はい、目標のすごいかりんちゃん専用装飾用アイテムが購入決定し、これです。ミオ。見て、あるよね、こういうファッションなんかやつ。ポッケもハートがついてる。このパンダって書いてある。はい、です。これめっちゃあったかいの、寝れるわこのまま。おやすみなさい。はい、さらに新たに決定した美味しいことはレベル260でゴージャスさんゲスト出演決定。やった。レベル280で2週連続ゲスト調整ということになっております。2週連続ゲスト調整、誰が来るんだろうね。調整なんで達成してから調整されます。はい、みんなの力を私にくれい。おにぎり投げてます。まだ250、レベル250という壁は越えられていません。しかし追いつこうではなく追い越そうと考えていけばきっと新しい景色を見られるはずです。ということでいきましょう。言わされてます。すごいよかりんちゃん、今回もよろしく。すごいよかりんちゃん。改めまして高橋かりんです。もう脱ぎます。でででって、新しい T シャツ。やばい、怒られるかな。新しい T シャツです。はい、ということでこの T シャツがですね、今日から1月10日まで受注受付中です。絶対買ってください。ちょっとひよって絶対買ってくださいって言いました。打ち合わせでは絶対買ってくれよなって言ってました。はい、今回のこの素晴らしいポイントはですね、まあ、ギターがメインになっているというところもそうですけれども、このマッカートさん、インマッカートさん、インマッカートさんです。マッカートさんの人数が増えました。てかこの T シャツをマッカートさんが着ると4人マッカートさんがいるということになります。どんどん、あの、何なんて言うんだっけ、そういうの、マトリョーシカ方式でね増えていっております。はい、さて、みんなに話さなきゃいけないことがいっぱいあるんだぜ。はい、あ、ということで、まあ、この T シャツは今日から1月、来年の2023年の1月10日まで受注受付中です。皆さんぜひよろしくお願いします。これはもうみんな党員の制服なんでね、お願いします。さて、もうここにクリスマスツリーがね出てて、クリスマスだなという感じですけど、クリスマスの時期ということはね、もう党員さんならわかりますね、年末進行です。はい、もうすでにね公式ツイッターではねお知らせが出てると思いますけど、具体的に言うとですね、年明け分の収録を2022年のうちに行います。なので党員の皆さんはこれから発表するテーマへのメールをなる早で送ってください。もう今日か明日送ってください。お願いします。ということでテーマは以下の通りです。まずテーマ1、みんなの2023年の目標。
みんなが2023年に達成したいこと、始めたいことなどを高らかに宣言してください。テーマにおめでたい話、1月なので気分よくめでたい気分で生きたものです。はい、そんなわけで党員の皆さんにあったおめでたい話を募集します。大きなことでも些細なことでもおめでたければ送ってくれて構いません。何でも大丈夫です。はい、そしてテーマ3、党員たちの自己紹介ということで、5周年を過ぎ、ご新規の党員も増えてきたと思います。そこで改めて今党員の方々にはどんな人がいるのか知りたい。なのであなたのプロフィール、番組を知ったきっかけなどを送ってください。できればたくさん紹介したいので簡潔にまとめていただけると幸いです、ということです。党員たちの自己紹介久しぶりだね。去年だっけ、一昨年だっけ、カリンマッチングアプリやったのカリンマッチング、アフタートークでね、お友達になりたい党員たち、割とみんなソロプレイだったからあ、でも最近なんかみんな仲良くなってて嬉しい。そうで、だからその党員たちをお友達にさせようと思ってカリンマッチングやったの。まあそんな感じです。党員さんたちの自己紹介をお願いします。これらをね紹介していきますね。本当に今日か明日送ってくれると嬉しいです。よろしくお願いします。はい、では皆さんからいただいたメールをご紹介していきたいと思います。党員ネームマギョさんからいただきました。ありがとうございます。かりんちゃんこんばんは。こんばんは。アニメ効果もあってかテレビとかで DIY という文字を見るだけでハッと反応するようになりました。アニメのことじゃないと分かっていても自然と思い出すんです。かりんちゃんはつい反応する言葉、文字列などってありますか、ということでありがとうございます。そうですね、なんだろう、冬季限定、はい、今の時期では冬季限定ですかね。あれとか雪見大福とか、あとスーパーだとさ、なんだっけ、ラミーだっけ、なんか大人なチョコなんだけど、それのアップルブレンディ、今あった、あーこれです、アップルブランデーだって、これが美味しかった。なんか友達にもらって、美味しいよって言ってもらって食べたんだけど美味しかった。そんなにすごいお酒って感じもしなかったし、なんかね、リンゴ入ってる感じだった、ちゃんと。あ、ですよね、角切りリンゴが入ってたの。だからなんか、なんて言うんだろうな、チョコ味のアップルパイみたいなまだクソみたいな食レポしちゃった他の食べ物に例えるっていう最悪なあれですけど、まあそんな感じ。アップルパイとかってさ、よくシャキシャキのリンゴが入ってるじゃないですか。あんな感じでチョコの中にリンゴが入ってて美味しかったです。でもやっぱお酒は入ってる感じだったので、すごいお酒って感じはしなかったけど、お酒が入ってるからきっと昼間は食べない方がいいと思う。私も夜ご飯食べた後に食べたはい、です。これが美味しかったですね。冬季限定は惹かれます。あとメルティーキスとか冬季限定だよね、多分。ついついスーパーに行くとそういうの買いたくなってしまいます。はい、そして DIY という文字ですけれども、 DIY アニメがいよいよ大詰めです。この間 DIY のラジオ Do It Your Radio にゲストで呼んでいただいて行ってきました。 Do It Your Radio、 その時はドンといい距離詰めてやっていこうというサブタイトルで、毎回ゲストがサブタイトルを決めていいらしいんですけど、 DIY で、なんかアジュジュかなの回で、なんかダイエットがなんとかみたいなっていうサブタイトルだったらしくて、さすがだなってさすが脇さんと思いましたけど、そこでですね、ハオちゃんとお話いろいろしたんですけれども、ジグゾーっていう工具を使って、まあ糸のこみたいな感じなのかな、簡単に言うと、こう物を曲線に板を曲線に切れるものなんですけど、すごく難しかった。なんかこう、なんかね、動かしちゃうと上手に切れなくて、勝手にその刃が動いていくのを待つって感じだったんですけど、音がやばくて、これ絶対スタジオでやっちゃいけないやつって思って隣のスタジオまで響くみたいなっていうレベルのウィーンって感じだったんだけど、それで
やりました。楽しかった。ハオちゃんとはハオちゃん、今までこのみちゃんって呼んでたんですけど、さっさとハオだと思って、ハオちゃんでいいですかって言って、ハオちゃんという感じになりましたけど、いろいろお話をして、で帰り道になんかここのセカンドショットさんに DIY 見てくれてるスタッフさんがいるんだよって話をしたんですけど、後でなんか本当のこの日曜大工的な DIY が好きっていう話に変換されていたらしいということを今日聞きましたんで、ちょっとどういうことというふうになっています。はい、びっくりです。あんなにそうなんですねって盛り上がったはずなのに怖いですね、人の話っていうのは。はい、そんな DIY のラジオでございました。では続きまして、トイネームタンタカタンさんからいただきました。ありがとうございます。かりんちゃんこんばんは。こんばんは。文化放送超 A&G プラスのエジソン内で放送中のブレブレラジオのようなものを拝聴しました。ブレブレのコーナーで最強のドラゴンとお題が出た時にまさかと思いましたが、エターナルレインボードラゴンが登場して思わず笑ってしまいました。さらにはブレブレの公式ツイッターではエターナルレインボードラゴンのビジュアルが初公開されましたね。数分でしたがとても面白かったです。やはりエターナルレインボードラゴンは最強なんですね、ということでありがとうございます。はい、スージーさんと一緒に自分の最強のドラゴンを発表して、どっちがよりスタッフさんの中二心をくすぐるかっていう戦いをしたんですけど、見事私が勝ちました。いやー、はい、ということで、エターナルレインボードラゴンなんですけど、ちゃんとね、ちゃんとこうやって描きました。はい、これでエターナルレインボードラゴンです。はい、こう永遠に次郎流と書いてエターナルレインボードラゴンです。なんかね、技も決めたんだよ。なんだっけ、インフィニティインフィニティフラッシュみたいな技をちゃんと決めたんだよ。え、なんだっけ、あ、そうだよね、多分。あ、そうそうそう、え、多分ね、なんかこんな感じだったかな。こんな感じでインフィニティフラッシュです。悠久のきらめき。はい、見た目はですね、ブレブレラジオのようなものの公式ツイッターに上がってるんで見てもらいたいんですけど、まあどちらかというとトンカリンコーンに近い種族ですかね。体が長くて、で羽が生えてるんですけど、羽が虹色っていうのがポイントです。あと尻尾が光ってます。なんかキラキラし、ちょっとまつげとか生えて優雅な感じのドラゴンです。いや本当びっくりした。私もなんか台本もらってそういう企画ですって知った時に、もう持ちキャラあるからいけるやんと持ちキャラを紹介した、すごいスタッフさんも喜んでくれてました。はい、ということでね、すごく楽しかったんで、ブレブレの方もよろしくお願いします。はい、では続きまして、トイネームチョロさんからいただきました。ありがとうございます。かりんちゃんこんばんは。青鬼のしごはじ聞きましたよ。本家のしごはじイベントでアイムと青鬼の高橋上田のしごはじがあると聞き、もしやと思ったらかりんちゃんで嬉しかったですね。かりんちゃんとひとみんの先輩後輩関係に距離感が友達にも似た近さが心地よく、次も聞きたいと思いました。特にかりんちゃんの笑い声とジングルの親和性が良すぎます、ということでありがとうございます。はい、高橋理恵さん、上田玲奈さんの仕事で会えないからラジオ始めましたという番組、しごはじのイベントで、イベントの朗読の中で、なんか朗読パートの中で平行世界のみたいな、もし違う世界だったらみたいな感じの、違う世界の上田と高橋みたいな、しごはじをやってるのが青鬼だったらの上田と高橋というので、私と、事務所の後輩の上田ひとみちゃんと一緒にラジオを撮りました。はい、なんか上田ちゃんとは結構、仕事で会えないからラジオ始めましたってタイトルなんですけど、仕事でも
まま合ってて、そうなんかウマ娘も一緒のコンテンツという意味ではウマ娘とか温泉娘もそうだし、あと仕事で会うっていう意味ではチェンソーマンで、あの最近もう会ったばっかだったんで、そう会ったばっかじゃんって感じだったんですけど、事務所でもよく会うしね。なんで、まあ会えてな会えてるしごはじって感じだったんだけど、でも一緒にラジオとかでこうなんだろう、みんなに見てもらえる場でトークするのはきっと初めてぐらいに近い感じだと思うんで、こうなんかね、いつも事務所とかで話してる感じのノリではありつつも、なんか面白い掛け合いだったのかなって思います。その後このしごはじが、このしごはじは多分温泉さんのそのしごはじのところで聞けると思います。フルバージョンが聞けるっていう風に聞きました。プレミアムとかに入ったら聞けるのかな、どうだろう。はい、聞けるんですけど、あの何の話してたっけ。あ、そう、上田ちゃんとその後事務所で会ってしごはじ聞いたよって話してたら、もう私たちの笑い方全然上品じゃなくてマジで面白かったっすねって言って、確かに2人ともガッハ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 ッ、すごい楽しかったって。皆さんももし聞ける感じだったらぜひ聞いてみてください。はい、ということでたくさんのメールありがとうございました。すごいよ、かりんちゃん。頼むぞ、かりんとんレベルアップチャレンジ。このコーナーはツイッターのアンケート機能を利用した企画です。これから私がイラストを描きます。そのイラストが何のイラストなのかは秘密。アンケートの4択から1位になった答えが見事正解だった場合、すごいかりんちゃんレベルが1上がります。そして前回のアンケートはトークしているかりんちゃん 28%、 MC ポジションのかりんちゃん 44%、 インタビューするかりんちゃん 19%、 ディベートするかりんちゃん 10% ということで、正解は2番だったのでレベル1アップです。イエーイ、MC かりん大人気だって。さて今回のお題を見ていきましょう。むずくね。制限時間は30秒です。よーい、キモ。これ手ね、これ手、キモ。はい、いやでもこれは当たるんじゃないかな。党員の皆さん、キョキンピをよろしくお願いします。すごいよ、かりんちゃん。すごいよ、かりんちゃんプレゼンツアテレコ選手権。番組ホームページ、ツイッターにアップしたお題写真、それにあったアテレコセリフを送っていただき、それを私がアテレコします。一番面白かったアテレコセリフを送ってくれた方には、私の落書きを入れた世界に1枚だけの番組ステッカーをプレゼント。そして今回のお題の写真はこちらです。はい、では行ってみましょう。トーリーネーム、ゼットロンさんからいただきました。あ、カードでお願いします。カードでかすぎ。はい、じゃあ続いてトイネームタンタカタンさんからいただきました。注釈、彼女はまだ、小さく右隅に書かれた、ただし使用期限は2022年12月31日までの注意書きに気がついていません。だって、悲しい、どこに書いてあんの。書いてません。はい、トイネームアーチャゲさんからいただきました。これにぴったりの額縁ありませんか。絶対ない。あるかな、あったらいいな、飾っとくのかな。トイネームジャハさんからいただきました。デュフフ、私がちょっと運気を出せばこれくらいちょろいちょろい。ひどい。ひどい、どんな人間だと思ってん。デュフフって現実世界で言うやついるか。トイネーム池谷さんからいただきました。ここひんやりしてる。うん、
ーム AJ パンクさんからいただきました。さあ優勝ボードの裏に隠れているのは山根彩でしょうか、高橋かりんでしょうか。じゃーん、高橋かりんでしたどういうこと、ちょっと可愛いからね、ちょっと可愛いからいいですね。トイネームひろゆきさんからいただきました。クイズミリオネア制覇しました。一桁足りないよはい、ということで、今回の1位を決めたいと思います。はい、こちらです。今回の1番のセリフはこちらです。ここひんやりしてる、はい、ということで、このセリフを送ってくれた池谷津さんには私の落書き入りの番組ステッカーをお送りします。そして次回のお題はこちらです。はい、次回のお題は今年の漢字はということで、今年の漢字を送ってもらって、私のおもろいやつ、送ってもらって理由を書いてください。理由も書いてください。なんで漢字と理由を書いて送ってください。はい、ということで次回のお題でもアテレコセリフを送ってきてください。以上、すごいよかりんちゃんプレゼンツアテレコ選手権でした。昔隣のおしゃれなお姉さんはクリスマスの日私に言った、今夜8時になればサンタがうちにやってくる。違うよそれは絵本だけのお話、そういう私にウィンクして、でもね大人になればあなたもわかる、そのうちに恋人がサンタクロース、本当はサンタクロース、つむじ風を追い越して恋人がサンタクロース、背の高いサンタクロース、雪の街から来た。こんばんは。こんばんは。マカトさん、後ろ見てもらって、そっちじゃないですよおお。なんと今週クリスマスですよ。マカトさん、クリスマス感じてますか？こっから感じてる。街中とかではなんかそういうクリスマスっぽいもの見かけたりします？ああ、イルミネーションを見たよ。イルミネーションは見てないんだけど。イルミネーションされるんだろうなっていう。あ、お昼だったってことですか？そうそうそう、昼昼。あ、じゃああんまりそんな夜はそういう繁華街というか出歩かないですか？そう、なるべくね、人多いから、まあね、人多いですからね寒いし。まあ確かに、この時期になるとね。しかもさ、今年のさ、クリスマスとクリスマスイブ土日じゃんね、はい、あ、そうですね。だからきっとすごい街中が混むと思うんだよね。確かにイベントもなんかそこら中でありそうですもんね。でもマッカートはね、家に引きこもりたいって思ってるんだけどなんかかりんちゃんはね、はい、あのね、立川まで行かないといけないから多分ね、アニメじゃもありますね。大変だと思う、うん、大変ですね。マッカートさんはじゃあ、じゃあお家からかりんちゃんの活躍をね、願っていいんだけど、そうそうそう、安全に帰ってこいよって思ってるまあただクリスマスではあるんですけど、はい、あの世間的には、うん、忘年会シーズンでもあります。なんか一時期コロナ禍でちょっと集まるのはってなって、確かにですけど、最近ちょっと回復してきて、確かにやっぱこういうのも増えたんじゃないですかね、会社とかで。そうだね、忘年会今年はできるんじゃない？去年はきっとね、まだちょっとリモートだったんじゃない？
なんかオンライン飲み会だったんじゃない？今聞きませんね。最近聞かないね。リモートオンライン飲み会。どこ行っちゃったの？ズーム飲み会。あれだって終わりがないからあんまり結局廃れてったんじゃないですか。ああそういうことか。はい。廃れてったのか。やっぱなんだかんだ終点で、まあ、ここまでにしましょうみたいな危機がある方がいいんじゃないですか。帰りたいなみたいな。終わりたいなみたいな。そっか。そういうことか。懐かしいな。懐かしいですね。去年末はそんなのあったなぁ。ありました。思ったわ。そんな忘年会の、お話なんですけど、声帯がやばいなぎさんからです。はい、ありがとうございます。中田さんこんばんは。こんばんは。12月になり忘年会の時期になりましたね。うん。僕は年末に野球部の飲み会があるのですが、うん、僕はお酒にめちゃめちゃ弱くて、しかもキャプテンだった友達から年末は覚悟の準備をしといてねと脅されています。怖っ。どうか僕がお酒に酔いつぶれないように応援ください。だそうです。はい。なぎさん。じゃあちょっと厚着だから。酔いつぶれたくないなぎさんに一言言いたいんだ。ウロハイウロハイウロハイ元気になれるよ。ウーロンハイ、うん、3杯ウーロンハイ飲んで途中でウーロン茶にするって友達が言ってた。あ、見た目的には分かんないですよね。そう、見た目完全にウーロン茶ですよね。で、なんかお前本当に酒入ってんのかよって言われて飲まれて感じないって言われたら薄いんすかねって言えばいい。もう酔っ払ったら味分かんないから。でもあれ区別用になんかジョッキとか違いません？確かに。ピッチャーでもらうってことじゃない？あー、分かんない、分かんないちょっとマッカートね、あの飲み会、あの人生の中で嫌いなものランキング上位3位に入ってるから。ちょっとあんま分かんないんだけど。そう、友達はそう言って言ってた。確かに飲み会行かないとその馴染みもないですよ。そうなの、分かんないのよ。なんかソフトドリンクだとストローとかでくるんで、あ、抜いちゃうんじゃないですか、もらった瞬間に。あー、そうですね、それはちょっと賢いかもしれない、ね、それからもうウーロンハイのふりしてウーロン茶持ってきてくださいって言うのかも。もう店員さんもさ、そういうのさ慣れてそう。そうですね。うん、じゃないか。そう、やっぱなんか昔の悪しき風習みたいなので、うん、そういう強要されるのでごまかす方法とかもできてそうですね。そうそう、できてそう。なんかでも最近はそこまでなんかハラスメントじゃないですけど、確かにね、まあ、このなぎさんの場合は部活同士のあれだったんで分かんないですけど、うん、あんまり強要されることもないイメージですけど。そうだね、まあでもこうさ、うん、なんていうのかな、みんなが飲んでるとなんか飲まなきゃいけないかなって気持ちになっちゃうからね。まあ同調圧力というかね。そうそうそう、なんていうのかね、やっぱり生みたいな。もう最初からどうし、ジンジャーエールとか飲んでたらいいんじゃない。その方がいいかもしれないですね、うん、なんかあの適当に車で来ましたとか、うん、まあ、嘘ついてどうしても飲まされないような状況を作るとか、うん、それがいいよ。そうです、うん、じゃあなぎさんなんとか忘年会やり過ごしてもらいましょうか。頑張ってね、それもまたあなたの幸せにつながりますように。ということで、すごいよかりんちゃんではかりんマッカートさんに応援してほしい人を大募集。タイトルに応援希望と書いてどしどしメールをお送りください。よろしくお願いします。258回目いかがだったでしょうか。番組ではメールを募集しています。ふつおたメール、かりんマッカートさんに応援してほしい方にメールが採用されるとステッカープレゼント、さらに番組冒頭の私への一問一答、私に送ってほしいカラオケリクエスト、身につけろすごいことでチャレンジしてほしい企画も合わせて募集しております。メールアドレスはこちらです。はい、そして番組のツイッターのフォローお願いします。フォロワー数100ごとにレベルアップ。現在確定しているおいしいことはレベル260でゴージャスさんゲストに来てくれます。すごいですね。これからもみんなの力でレベルアップしてみた。はい、お知らせです。高橋かりオフィシャルファンアプリかりのパレット会員募集中です。テレビアニメチェンソーマン毎週火曜日24時から放送中です。テレビアニメ Do It Yourself が毎週水曜日24時から放送中です。そして12月24日にはアニメジャム2022に Do It Yourself として出演します。よろしくお願いします。そして高橋かりん伊沢美香子のゴジポンミュージアムが響きラジオステーションにて各週金曜日17時配信です。番組からのお知らせです。
この T シャツの受注販売が本日から1月10日までです。2023年の1月10日までです。ということで皆さんぜひお買い求めください。はい、では今回はここまでです。高橋かりんでした。バイバーイ。